そうね、まだ微熱はあるけど、でも下がった方なので、うん、だいぶ元気になってきました。そうね、今まだ完全体ではないけど、でもしんどいってなってた時よりかはだいぶマシになりました。鼻の調子はどうなの？鼻の調子ね、今いい。鼻の調子いい感じ。右が、でもね、いい感じ。やっぱ寝っ転ぶと鼻どうしても詰まっちゃうんですけど、うん。今左は完全に貫通してます。そう、あと今日はこれをまた台本を読む日です。最後いくよ。47の素敵な日本酒発売記念特別ウィーク、本日が最終日です。イエーイ。私大西桃香のショールームをご覧の皆様への特別なプレゼント、限定ポストカード付きの書籍が購入できるのはこの配信までとなります。画面の右下にあるカードボタンを押してショップルームにて書籍を予約していただくと、特典として限定ポストカードをもれなくプレゼント。さらにさらに数量限定で私の直筆サイン入りのポストカードが当たっちゃいます。気になる絵柄はこちら。パネルを見せて写真の説明。パネルはないのでツイッターで見てください。ぜひ。浅草で撮影した撮り下ろしの中から居酒屋さんでだし巻き卵を食べているカット、撮影の思い出などをお話しいただけますと幸いです。そうですね、私はすごく浅草がすごく好きな街なので、撮影で浅草に行けてとてもテンションが上がりましたし、お仕事中にお酒が飲めて楽しかったですし、そのだし巻き卵食べてるお店がなんか半分外みたいなお店だったんですけど、そうなんかなんていうの、入ってビニールみたいなのでちょっと覆われててみたいな、そのビニールの的なりみたいな感じのところで食べてたんですけど、そこのおつまみが全て美味しくて最高でした。長芋の浅漬けとかあってテンション上がった。あと夜の浅草の西すごく久しぶりに行って、なんかお昼の浅草とかだと遊びに行ったりするんですけど、夜ってもう帰ってるから、夜の浅草というか暗くなってから撮影したわけじゃないんだけど、撮影してる間に暗くなって、その時のなんか川ら辺に行ったんだけど、とってもなんか綺麗だった。スカイツリーが近かった。はい、ということで今日までしかゲットできない特別な特典です。みんな
買ってくれましたか？ぜひお見逃しなく。画面右下のカートボタンを押してショップルームにて書籍を購入していただくと特典として限定ポストカードを漏れなくプレゼント。ぜひお買い求めください、と告知をお願いいたします。すべてそのまま読んでいくよ。放送終了間際、まだ放送終了間際じゃないけど、47の素敵な日本酒発売記念特別ウィーク第1弾は本日で終了ですが、第2弾第3弾もあります。やった。詳細は幻冬舎書籍編集部の X なので公開します。第2弾第3弾ではポストカードの絵柄が変わりますのでお楽しみに。以上です。ぜひよろしくお願いいたします。読めた読めた。そんな感じ。第2弾はいつ頃配信するか決まってるのって、知らんぺ。私は何も知らんぺ。いつなんだろうか。でも卒業までにやると思うから、来年1月とか2月とか月ごとにやったりするのかしら。と私は予想します。イベントもありそうって、イベントはある、って書いてたよねツイッターに。なのでそれを信じてます、微熱の時はお酒飲みますかって、飲まないよ。飲まないよ。なんかクリスマスの時さ、24日に大西ちょっとしんどくなっちゃって、24日の夜にちょっとしんどくなっちゃったんだけど、間違えた、23の夜にちょっとしんどくなったんだけど、今体調悪い始まりがね。そうで2日間続くからさ、23、24って。そうだからなんかちょっとでも気分味わおうかなと思って、ちっちゃいシャンパン買ってたんだけどさ、結局24に至るまでにしんどくなってしまったので、シャンパンはお預け。悲しい。残念です。正月やなんてすやな。正月、お正月に飲んだろう、何これ、あなたのテーマを掲げるページです。将来の夢、大切にしたいこと、活動の目標、ルームのテーマや雰囲気、距離感、リスナーとして成し遂げたいこと、約束、好み、趣味、推しについてなど、思いを書き綴ってください。
悩んだらリスナーたちに相談してみましょう。あ、何これ、みんなの知らない、なんかこのなんか旗みたいなとこをして今読んだんだけど、何これ、なんかやったら、うわちょっと待って、うわ、え、今大西の顔切れた、あ、大丈夫、すごい今なんかボタン押したらザーって文章出てきて、なんか書けそうな場所があった、なんか書いてやろうかなと思ったけど、あと5分しかないからやめピ、うん、眠くなってきた、トークイベントの宣伝、あ、トークイベントの宣伝、トークイベント、あー、舞台のか、あ、ね、大西ハロプロショップ行くんだって、現役でハロプロショップ行ったメンバーいるのかな、お仕事で、大西ハロプロさんになってきます、 AKB から、来年1月、そうなの、ぜひ、そうだ、それもやんなきゃ、リツイートしなきゃ、私ハロプロ、私ハロプロさん、やばい、歌上手になんなきゃ、やばい、ダメだ、入れねえ入れないわ、私の実力じゃ、ふるさと納税もしないとなって、そう、ふるさと納税もぜひ、ふるさと納税もぜひよろしくお願いします、奈良市のやつぜひ、ぜひぜひ、ということで、やばい、あと3分だ、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います、いきますよ、いきます、1位カホアットマーク、本日誕生日さん、ありがとうございます、イエイ、誕生日おめでとう、イエイ、そして2位があっくん、ありがとうございます、イエイ、そして3位がコバアットマーク、おにしおしさん、ありがとうございます、イエイ、そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ、そして5位がよっちゃんとゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ、そして6位が RTO アットマーク、おにしぐんまりやさん、ありがとうございます、イエイ、そして7位が MM ルールズアットマークギフヌルと人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ、そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ、そして9位が、黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ、そして、10位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ、そして、11位が大粒ちゃん、ありがとうございます、イエイ、そして、12位がゆみちゃん、ありがとうございます、イエイ、そしてラスト13位がまゆかちゃん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます、ありがとう、そして1位の方かな、タワー、ありがとう、1位の方ありがとう、呼んでいきます、1位のカホアットマーク、本日誕生日さん、カホさん、カホさん、カホさん、タワーありがとうございます、ありがたわー、そして誕生日おめでとうございます、素敵な1年にしてね、ハッピーバースデー、イエイ、タワーありがとう、皆様も本当にありがとうございました、ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います、では、はい、いきなりですが質問です、皆さんの好きな色は何ですか、でもやっぱりそこは、せーの、桃色、はい、ありがとうございます、 AKB48 の西桃香でした、今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました、では、おやすみなさい、じゃあねー、ありがとうございました。